ませんね。最近調子良かったんですけど、なんか今日はポチポチ落ちちゃいますね。いや、熱暴走じゃないんですよ。もともとね、なんかこう落ちやすいんでね。で、最近この僕のドコモのメディアスなんですけど、メジャーアップデートがあって、Android の OS の。それをやったら、またちょっと安定感が、ツイキャスライブのソフトの安定感があんまりマッチしてないのかなという感じもあるんですけどね。でもね、ドコモのメディアスね、メジャーアップデートされてて、僕1個前の出た当初の機種なんですけど、機能自体はね、最新版のと同じになってすごい楽あ、向こうでやってる、向こうでやってるからみんな向こうの方に歩いてってんだろう。バトントワリングはパレードじゃなくってフィールの駐車場っぽいというところでやってますよ。ちゃうのかな。鼓笛は聞こえるけど、これなんだろう。そういうことね。さっきの一番後ろで踊ってた子たちがここでバトントワリングやってるんですね。あ、うちのレッグアフォン Wi-Fi に繋がらなくなっちゃいました。残念。それはなんでですかね。ソフト的にっていうことかな。さっきのパレードで一番最後で後ろにくっついて踊ってた子供たちですね。バッシーさんかわいい。緑の服が男の子で、それ以外が女の子ですね。一生懸命やってますね。本当そうですよね。でね、やっぱりあの親御さんが一生懸命撮ってますね。ああやってね。すごいですよね。さっきよりはレベルアップされた小学校3年生から5年生。バソンです。あるから。
バトンパーリングでやってる人たちの低めな、あそこが親御さん席ですね。あー、やっぱりああいう風にね、ビデオとカメラ持ってみんな自分のお子さんたちを可愛く撮ってるんでしょうね。ありがとうございました。もう一回だそうです。で、一番最年長じゃない。もう一回お願いします。あ、台は先です、はい、じゃあ大きいお姉さんから先。小学校6年生から高校3年生までの7人がかっこよく踊ってくれます。曲は You Can Hurry Up です。ごめんなさいね、揺れますけどね。惜しい。バッシーさんセクシーって。お、ちょっとバランス崩したけど。今度は成功ですね。準備が早い。はい、ワンウェイはあなたです。お願いします。
あ、京介さん、こんにちは。こんにちはです。いつもありがとうございますね、ご挨拶ね。今日はね、うちの近くの、近くというか、まあ、15分ぐらいのところにある堀田通りっていうところにね、チャリティー堀田祭り、秋祭りに来てます。手前の子ふっくらしてて可愛いね。よいしょ。今ね、ちょうどそのバトントワリングをやってるところですね、パレードとね。この10月1日2日本当にこういう各商店街で秋祭りをやられていて、どこに行こうかどこに行こうかってちょっと悩んでましたね、昨日ね。ありがとうございました。大きいお姉さんにもアンコールが来ました。お願いします。まあ、ずっとアンコール続くんでしょうね、多分。多分アンコールとかは想定していなかったと思われるので、同じ曲ですね。めっちゃスカート気にしてたね。うん、すごい気にしてたよね、確かにね。てかね、風邪ひくやろ。今日寒いぞ、結構涼しいよ、結構。まあ動いてるから大丈夫なの。これ上目で。お、今度はきっちり成功しましたね。バトンをね、上に上げるところが画面見ながらだと見えない、バトンが。ありがとうございました。ただいま TMDA ではメンバーを募集しております。ただいまからチラシの方を配りますので、興味のある方は見てみてください。 TMDA っていうグループみたいですね。小学校から高校生までのバトントワリングのグループですかね。声をかけてください。ではよし、あ、動き始めた、さっきの症状が。よいしょ。動き始めましたね。いいね、子供さん元気だね。
おもちゃで売ってたね剣をね皆さん買って賞状に向かって叩いてますね。あれ賞状って言うんですけどね。あ、バッシーさん知らなかった？あれ賞状、賞状っていう、うん、なんていうのかな、あの鳴海有松とかね、南区の方とか、こちらの名古屋市の南側の方によく出てくるあれですね。でね、あの踊りのねチームもね、鳴海の賞状っていうね、あのお祭りのチームもあるんですけど、そこにもああやって出てきますよ、踊りながら。なんで叩くのってそれはあれでしょう、子供さんだからでしょう。あそこにまだ動いてないもう一体があります。ここにあった赤いのが動いててますね。はい、こいつが黄色い症状、赤い症状と黄色い症状っていうの2ついるんですけどね。寒い、ちょっと曇ってきた。さっきまで天気良かったんですけど曇ってきて、半袖では寒いです。あのちょっとこの枠までやって一回終了させていただきますね。でまたね3時ぐらいからね今度踊りのプログラムがあるので、トリプル A 水穂が、ここ水穂区なんでね、名古屋市水穂区なんで、水穂区の団踊り子のチーム、トリプル A 水穂が出てくるんで、その時にまたもう一回ポチッとやってみたいと思います。鬼じゃないですよ、確か。確か鬼じゃないです。トーレンジャー。なんでこんな人いっぱいいるの、ここ。これね、そうそうそう、そのトリプル A だけど出るのはそのトリプル A じゃないですよ。あのだろうと思ったあのね、僕はね ABX のトリプル A 好きなんですけども、残念ながらその後にみずほというふうに漢字がつきます漢字がつくのでそのチームではありません。そうそうそう、そのトリプル A もだんだん良くなってきたよね。あのデビュー当初はちょっといまいちかなと思ってたんですけど、美味しそうな五平餅、一本一点ってどういう意味なんだろう。焼き上がりみたらし、これあれかな、何だったっけ、商店街で使えるなんとかなんとかっていうお金がなんとかかんとかじゃ分からんか、なんたらかんたらっていうお金があるよね、あの現金じゃなくて、ほら何だったっけ、紙で1本1点とか1本10点とか書いてあったから、それのことだよね。ほらだって綿菓子2点って書いてあるよ。なんだったっけ、なんとか通貨あーすいません、なんとか通貨うん、確かにね、クオリティはね、本当に良くなりましたよね。あの、昔はなんか、ちょっと、若々しさだけを売りにしているグループなのかなと思ってたんですけど、クオリティ、歌も良くなってきて、クオリティも高くなってきて、だんだん良くなってきたかな、という感じがしますよ。おっと。バッシーさん今日お休みなの？あ、いたいた、もうトリプル A の、ね、メンバーのおやさんがねタバコ吸って休憩してます。
あそこの真ん中で、真ん中にいる人が、ああ、トリプル A みずほのメンバーの人ですね。まあ、ハッピーはね。あそこのチームが出てきますね。よさこい踊りのチームです。トリプル A みずほはね。土祭りにも出てましたし、おそらく名古屋祭りにも出るんじゃないかなと思っております。で、僕はどこに向かうかっていうと、この近くのカーマのところに行ってみようかなと。カーマじゃないや、カインズ。カインズホームセンターに行ってみようかなと、これから思ってます。ちょっと充電があってのはね、充電をしたいので、そこに行って、ちょっと充電こいて、また踊りの時間になったら戻ってきてみたいなと思ってます。寒い、風の音がすごいっしょ。風が強い上にね、曇ってきたのでね、長袖着てくるべきだったなと、ちょっと今後悔。あ、お休みなんだ。昨日のやると出たくたくたです。踊りすぎ。踊りすぎ。バッシーさん、じゃあ踊れるんだね。僕ね、土祭りの総踊りで踊っててね、クタクタになりました。左手にスマホを持ってキャスやりながら、ジャンプとかはできないんで右手だけ動かしてね、やってました。あれ名鉄堀田駅です。あれ名鉄堀田駅なので、名鉄堀田駅出てど真ん前の商店街が堀田通り商店街です。あ、鼻詰まってきたぞ。でね、あ、この奥のね、あの緑のカインズっていうところにね、今からちょっと行って、あそこでちょっとだけお腹を満たしながら充電したいなと。あの休憩コーナーにコンセントがあるんで、コンセントがあるんで、そこに向かってね、今行ってます。できましたが、よいしょ。了解です。ほんとね、トリプル A みずほ確かね、15時からってプログラムに書いてあったような気がするんですけど、まあまあそんなもんから、お祭り自体がそんなに遅くまでやらないと思うんでね、5時かそんなもんには終わるんじゃないかと思うんですが、またちょこっとそれをその時間帯で配信したいなと思ってます。ちょっとお腹減ったからガストにでも行ってこうかな。はい、カインズホームに隣接してガストがあります。お箸カフェガスト、食べ放題のメニューが何 ?978円、税込み1026円で、メインの商品セレクトプラスで食べ放題だって。でもそんなにいっぱい食えんな。お昼ご飯食べたばっかだもんな。サラダ食べ放題、ご飯食べ放題、カレー食べ放題、スープ飲み放題。スイーツがない。残念。やっぱりカインズの方にしよう。
いや、了解しました。僕も充電します。ちょっとね、晴れてきたかな。またちょっとだけ晴れてきたかな。真っ白か。ここのね、フードコートのスイーツを結構食べるんですね。ドリンクバーはないっぽい。ないっぽかったので、ちょっと移動して、今、カインズの方のフードコートに入りつつあります。あ、結構いらっしゃる、やっぱり。お祭りに行って、ここ僕みたいにこうやって寄るパターンが多いんですかね。たこ焼き、天丼系列ありますね。天丼系列ね。なんだけど僕はこっちにしよう。カインズたこ焼き一皿320円。これにしよう。カインズキッチンっていうところですね。あとドリンク各種100円っていうのもいいですね。ソフトあんみつが200円っていうのもいいですね。なのでたこ焼き買ってドリンクを1個つけてサンデーにしようかな。でちょこっとコンセントをお借りして充電をしようかな。あと2分。あと2分。適当にこの辺を。あ、やっぱりもうこういう掛け布団がの季節なんですよね。カインズはね、僕あの仕事柄ね、工具をね、あのよく見に来るので、ドリルのビットとか、番内設置、番内に機器を取り付けるためのね、穴開けするためにドリルとか使うんですけど、そういうのとかでよくビットを見に来ますね。というあたりで残りあと1分。バッシーさんありがとうございました。あとしびれ大福さんもありがとうございます。姫もありがとうございました。京介さんもありがとうございました。またね、あの充電完了したら踊ってて、踊りの部分とかやりたいと思いますので、またその時にお時間あればよろしくお願いいたします。1000円台か。ドリスの方がいいな。980円ドリス。ちょっと考えよう。これ